三枚のお札日本の昔話昔ある山の寺に和尚さんと小僧さんが住んでいた秋になると寺の裏山には栗がいっぱいになって風が吹くとカラッと落ちまた風が吹くとカラカラッと落ちて いくらでも拾えるのだった。あるとき小僧さんは「おしょうさまおら栗粉拾いに行きたいな。行かせてくれねえか。」と頼んだ。おしょうさんは頭を振って「いけねえいけねえ。栗なんか拾いに行かねえだってよかべ。鬼ばばが出ると困るから。」と止めたが。 このぞうさんはなんとも聞ききわけのないガキだったから「鬼ばかなんかいね」「どこにそんなものがおるもんだってどうしても行かせてけれや。ということをきかずにでていったおしょうさんは「まあまてまて」待てとよびとめて「こまったことがあったらばこれをつかえ」 お札を三枚くれてやった小僧さんが裏山に行くと風が吹くたびに栗が落ちてくるので面白くて面白くてたまらない小僧さんは夢中で平ううちに思わず山深く入ってしまったすると奥の方から「おやおやめんこいこんぞだこと」。 寺かか。ら来ただかこっちにも大きな栗子、なんぼおまるよ。こいこいと声がする。見れば髪をきっちり祝ってお,おはぐろをつけたばあさまがいた。んだあおらク拾いに来た。と小僧さんが言うと俺の家さあ来い。 大きい栗子でもちっちゃい栗子でもなんぼうもあるよ。あぶってもくえるゆでてもくえるぜひともこいや。そういってすすめるのでこぞうさんはそのばあさまのあとからついていった。ばあさまのいえにつくとばあさまはほんとうに大きい栗をいろりでやいたり。 小さい栗をゆでたりして小僧さんに腹いっぱい食わせてくれた小僧さんはおなかがいっぱいになるとうつらうつら眠くなってきたするとばあさまは布団をかけてくれてゆっくり眠りやというのだった夜中、小僧さんがふと目を覚ますと 雨だれの音がしているじっと耳をすましているとあまだれはこんな風になっていた「タンつクタンつクこんぞうよ」「おきてバンバのツーラミレ」「タンツクタンツクコンゾよ」「おきてバンバのツーラミレ」小僧さんがハッとしてみるとさっきまでニコニコ笑っていたばあさまが。 頭に角を二本も生やし、口は耳まで裂けて、真っ赤な舌をべらーークラー覗かせている。鬼ばばだ小僧さんはたまげて、これは大変。なんとかして逃げようと考えて、ばんば、おら、便所さえ来てと震え声で言った。すると鬼ばばは、 「いやそこでやれ」と言う。なんとももったいなくてここではできねえ。「便所さやってけれ」。ああああ。と小うさんが言うと「やかましいガキめにがしはしねえぞ」とにばばは言って小うさんの腰に縄をまいて便所へ行かせた。そして、 まだか?」となわのはしをパクパクとひっぱった。小僧さんは「まだだー」といいながらふるえるてでなわをほどいておしょうさんにもらったおふだにむすびつけるとひそひそ声で「おれの身代わりになってへんじをしてけれー」とたのんでじぶんはまどからそっとにげだした。 鬼ばばが「いいかいいかこんぞ」と呼ぶとお札が「まだまだばんば」と答えるわけだ。鬼ばばは小僧さんの便所があんまり長いのでとうとうしびれを切らしてのぞいてみた。すると便所はものけの殻でお札ばかりが返事をしていた。 やれこいつはだまされた!と」と鬼ばばはまっ赤になっておこって小僧さんを追いかけたとうとう小僧さんは追い詰められて今にも捕かまりそうになったのでもう一枚のお札を出して「大きい砂山出はれー」と言って後ろへ投げたすると大きな砂山が鬼ばばの前にポコンと出た 鬼ばばが砂山によじ登ろうとするとずーるずるっと落ちる。また登ろうとするとずーるずるっと落ちる。手間暇かけているうちに小僧さんはどんどん逃げた。けれども鬼ばばはまた追いついてきた。小僧さんは最後のお札を出して「大き大き川出はれー」と言って。 後ろへ投げた。すると雄物川より大きな川が出て鬼婆の前にのんのんと流れ始めた鬼婆がジャブジャブと渡っているうちに小僧さんは一生懸命逃げてやっと寺までたどり着いた小僧さんは戸をたいて「お嬢様お嬢様助けてくれ」 おにばばさんではってきたおしょうさんはおちついたものでなかからだからいくなっていったべこぞうさんはもうきがきれないなきごえをあげてはやくはやくおねがいだおにばばさんつかまえられてくわれてしまうそこでおしょうさんはこまったこぞうだ これでこりたろう。さあはやくはいれととをあけてやりいろりばたのだいこんあなにこぞうさんをかくしてバターンとふたをした。そしてしらんふりしてもちをやいていた。そこへおにばばがめをギラギラひからせてはいってきて「おしょうさま ここへこんぞう来ねかったか人をだましてふてえろうだ」と言った。こぞうかこぞうは山さくりこ子ろいにいってまんだ戻ってこねえ。うそ食うけおらのくり子をたらふく食って便所から逃げたんだ。きたべえ。いやこ来ねえ。 おしょうさんがもちをかえしているとおにばばは「おやおしょうさまもちあいているのかおれもちはすきだひとつごちそうしてけれ」ともちをねだったおしょうさんは「よしよしそんならまずあがれもちならなんぼでもごちそうするけども」 その前に俺とお前で「化け比べしねえか?」すると鬼ばわは喜んで「よし来たやろう俺何にでも化けら」と言ったからおしょうさんは「そらーといろりぶちをたたいて「高づく高づく高づくよ」た「んた高んづく高づくよ」と唱えると 鬼ばばはなんとどんどん伸びて伸びすぎて天井に仕えてまた頭から降りてきたおしょうさんは驚いて今度はこう唱えた「ひっくづくひっくづくひっくづくよひんひんひ,んひくづくひっくづくよ」すると鬼ばばはだんだん縮んで金ひばしぐらいになったそれでもおしょうさんは止めないで ひっくずくひっくずくよひんひんひっくずくひっくずくよととなえているととうとう豆つぶみたいになったおしょうさんはこのときをのがすなともちをとってふたつにわりその豆つぶをはさんでパクッとたべてしまったそれからはこのあたりにおにばばが 出なくなったとこれきってとっぴんぱらりのぷー